梅雨や台風シーズンを前に、消防団や自主防災会の人たちが参加して、今年度の水防訓練が行われました。高浜町の生協小学校のグラウンドで行われた訓練には、町の職員や地元の消防団、それに各区の自主防災会の会員など、およそ90人が参加しました。はじめに開会式が行われ、水防管理者の野瀬豊町長が、有事に備えて水防技術の習得に励んでくださいと挨拶しました。訓練は大雨洪水警報が発令され、関谷川の水位が注意水位に達し、氾濫の恐れがあるとの想定で行われました。団員たちは水の侵入を防ぐための土のう作りや、土のうを積み上げ堤防の越水を防ぐ改良積み土のう工法など4種類の訓練に臨みました。このうち倒木の下敷きになった人を救助する訓練では、木材をチェーンソーで切って隙間を作って救助者を救出していました。また AED の操作訓練では、自主防災会の人たちがマネキンを使って心臓マッサージの方法や機器の使い方を学んでいました。良かった点があって、言ったら、もう胸骨圧迫、本番ならなおさらなんですけど、やっとると周りの声っていうのは聞こえなくなります。今、言ってくれたように、止まってよ、離れてよっていうのを AED の人が責任を持って言ってあげる。だから俯瞰的に AED の人と多分見れると思うので、その役目を今果たしてくれます。素晴らしい。ありがとうございました。高浜町では、梅雨や台風シーズンを前に、水災害から住民の生命と財産を守るための水防体制の強化を図ろうと、毎年この時期に水防訓練を行っています。去年は新型コロナウイルスの影響で中止となったため、2年ぶりの開催となりました。今年はコロナ対策ということで、ちょっと人数もこれまでよりも減らす形で、参加者も対応させていただきました。で、実際に地域で対応させていただいたのも、この生協地区の皆さんに限ってを参加していただきまして、それ以外の地域の皆さんは見学ということで、それでも見学の中でもこのようにやっていくんだというところを皆さんにご確認いただいたかなというふうに思っておりまして、各自で備えていただきますようにお願いしたいと思っております。